皆さんご機嫌ですか？どうも T-BOW です。最近コメント欄にね、撮影環境変わった、引っ越したっていうコメントが何件か来てるんですよ。いやすげえな。その通りでございます。まず引っ越しました。今家具が全然ない状況で声が響くんですよ。エフェクトかけてないんですけど、なんかエコーみたいになってますよね。そして撮影環境なんですけれども、パソコンを買い替えました。引っ越し作業中に落としまして、ガチで電源が入んなくなりました。いや終わったなと思ったよ。でもね、ちょうど良かったのかもしんない。パソコンを新しくしようと思ってたんですよ。てなわけで用意したんです、 MacBook Pro。 感想を一言で言いますね。超使いづれー。実は Mac 使うの初めてで、本当にパソコン初心者に戻ったような気分です。今まで使ってたマイクも使えなくなっちゃって、お気苦しい点もあるかと思いますが、今しばらくご了承ください。というわけで今回は、ドラえもんのこりゃうまいっていう名台詞にツッコミを入れていきたいと思います。どうしてそんなに0点ばかり取るんだ？先生がくれるから。うまいな。確かに成績がどんだけ悪くても、先生がテストを返してくれなきゃ0点は取れないからね。で、そんなへりくつばっか言ってないで、君は真面目に勉強しなさい。じゃないと俺みたいに将来社会の奴隷になるぜ。いつ返さなかった、永久に借りておくだけだぞ。いや、ヤクザか。これがまかり通ったら世の中の金融全部潰れるわ。安心しなさい、僕がついてる。だから心配なのよ。この返しはうますぎる。この自信に満ちたのび太の一言を涙ながらに一瞬にしてぶち壊す源さん。まあ確かに青だぬきは便利だけど、こいつ基本映画でしか役に立たないからな。生きてるのが嫌になった。いつものことじゃない。いやめっちゃいい笑顔で言うな。国民的アニメの原作とは思えない。いやでもよーく考えるとさ、めっちゃポジティブな思考かもしんないね。動画出したらアンチに叩かれた。いつものことじゃない。いやそれはそれでへこむな。しかし機械で友達を作るなんてかわいそうだね。それでは皆さんご一緒にスペースを空けて、オーバーエガイウナ。